ランペリオパジャマトークなんか珍しいよね、これ初めてじゃない、なんかパジャマで、うん、パジャマパジャマパジャマ、あれなんか不満があるらしいですね。格差ありすぎませんすごい気になってた。テロテロ系、まあいい感じだよ、ちょっとリッチな感じで、サテン系のね、絶対着ないでしょ病院の病院サイズがなかったんじゃないの、これちっちゃいから。いや、あるよ、ある多分事務所のすぐそこにあるよ、ある絶対ある、あそこにはある、丸川がね、はい、ということで今回はですね、この5人でパジャマトークをやっていきたいと思います。まあいろいろね、あのコーナーもあるんで、まあゆったりとしてるので、あのもう、うん、みんな家の感じでやってもらえたら、はい。ちなみに家でパジャマ着てる？着ません。着ないですね。え、みんな何で寝てんの逆に？ノーペインノーゲインいいように言うね。田中さんのジャージ、ジョーラノーペインノーゲインです。ジョーラ？ジョーラです。あ、ジョーラ僕も一緒っすね。寝るとき裸で結構、俺パンイチっすね。外国人じゃん。あ、そう海外の人、そう冬夏関係なく寝ますよ。あ、そうなの。ホクちゃんは？僕はリハギですね。あ、まあね、わかるわ。濃いわ。もらったその T シャツとか余り物でその部屋着にして、で寝巻きはまた別で、まあ、違う、あのリハギ。あ、じゃあお風呂入ったら、あ、そういうことか。そうですそうです。寝巻きと部屋着が違うと。だいたいそう、俺もそうやな。なんか、あの肩、リハギを肩切って、で首元もちょっと切ってダルッと切れるようにして、で半ズボンとかで、下だけはあのサテンのパジャマ。あ、サラサラの、ちゃんとしてるな。まずはですね、皆さんの、休日のスケジュールを、グラフに書いてきてもらったので、これ出るぞ、一人ずつ見ていきたいなと思います。時間なくて、いっぱいあったよ。いっぱいあったよ。何してたんだよ逆に。最後ちょっとミスったんですけど、まあこんな感じですね。結構細かい。めちゃくちゃ書いてるやん、ちゃんと。ワンピース分ける必要あった。ゼロ字で。すっげえ気になるわ。いや多分最初あそこから線引いてる。あ、なるほどね。で、まあ10時ぐらいです結構。本当に休みの日とかは結構意外と早く起きて、まあ洗濯とか片付けとかは結構朝やってると結構気持ちいいから、意外とあの洗濯とか一回ついて掃除してみたいな。で昼ご飯がちょっと11時は早いですけど、でも結構ちゃんと12時には食べるみたいな。朝食べないんです。朝は何も食べないんで、ここでお昼ご飯にしてみたいな。あ、コーヒー最近もうあの飲まないと始まらないみたいな感じのあるんですよ結構。なんで近くに行ってるコーヒー屋さんあるんで行ってみたりとかしたりとか、はいはい、おしゃれやな。まあ、結構なんかうまいこと使おうみたいな時間を。その飯はさ家で食べるの？いや外ですね。あ、だいたい外食なんで、はい、何が多いの？結構最近は近くにある海鮮丼屋さん、海鮮丼屋さんとかお魚料理が結構あってハマってますね。うまそう。定食系買い物するときは、まあ、この延長で行きます。ご飯を食べて出たらなんかすぐ戻るの嫌じゃないですか。なんで買い物とかしたりとかで、この音みたいのはなんか1週間で、あのノルマ、あの新しい音を聞くノルマみたいの決めてて、もし足りなかったらこことかでなんか探したりとか、あと代官山の伝えとかで聞くみたいな。1週間で100って決めてて、すげえ新しい。まあそこの時間終わったら、まあ家帰って、まあちょっと休憩、ゴロゴロ系、ゴロゴロタイム、ゴロゴロ系ってゴロゴロ系して、で夜はやっぱな、基本あの運はいいつしますね。はいはいはい。なんかまあ結構ここでもう出たくないってモードになって、夜は、でご飯頼んで、もうここからワンピースの鬼が来ますね。いやだから早いよね、夜ご飯食べるの。確かにね、意外とね。だから前よりシュッとしたじゃないですか。多分20時前に夜ご飯食べてるからそういうことですかね。正しいよね。いやなんかここで結構もう詰めるんですよ、なんかやることをやって、ここで疲れて、あ、帰ってきた、でもう携帯でウーバーイーツを頼んで、もうそっからずっと、でそっから、でも最近はもうワンピースハマってるんでね、もうワンピース。今どの辺？
今ですか、今は、ドレスローザーの終わりぐらいです。あー、じゃあもうギアフォースぐらいだ。知らない知らない、出てないですよ。すぐネタバレするから。で、こうフーってして膨らんで。うわ、最悪。そこまで行ってるから。マジで最悪。よくないね。一番美味しいとこ言うから。そうそうそうじゃん。ネタバレ。ドレスローザでしょ。わあ、いいとこじゃん。うん、最悪。すげえ。さらっと言うのがいいですよ。みたいな感じです。いいじゃない。割と規則正しいね。意外となんか有効活用したいみたいな。いや、いい休日を過ごしてますか。いや、楽しみですね。じゃあクソみたいな休日俺のクソみたいなやつをもう見るか。はい、俺のクソみたいな休日意外と9時に起床、まあ、朝早起きです。で、その後書いてない、9時から起床の間はそんなに何なんですか。これ起床、このあの起床に時間かかってるんだ。起床に時間かかってるまあ分かるよそれね。起床に30分ぐらい時間かかるんだよ。赤ちゃんみたいな。そう何度寝もする。で、起きた後は、TikTok、まあ、SNS とか YouTube のもうホリホリホリディグタイムですね。これ11時ぐらいまでやって、で、そろそろお昼時だから昼ご飯食べなきゃと。まあ私ももうイーツですよね。で、その後はお昼時なんでゲーム。ここは10結構いってるよ。結構5時間5時間お昼時でゲームもう5時までいってる。これ1個やりだしたらもうそれしかできんくなるんで。で、あのログインしたらやっぱフレンドとかがいたりするじゃないですか。確かにね。で、その時なんかたまにできてない友達とかがやっぱ休日だといたりして、で、一緒にしちゃって、で、向こうがちょっとご飯行ってくるねっていう時までやっちゃう。わかる。でもああ、そっか、その時間かみたいな。引き際が分かんなくて。だって翔平とゲームした時知らない俳優いたもん。ログインして喋ったらなんかお疲れお疲れとか言って。そう。え、いや、初めまして。俳優の友達ですかって。仕事でね、一回ぐらいしか。なんか一緒になって、番組で一緒になって、で別で会って仲良くなってみたいな。で、ゲーム友達にもなってみたいな。で、その友達がご飯行くわっていうのに触発されて自分もご飯食べます。え、それもウーバー。これもウーバーイーツです。はい。何頼む。結構多いのは鶏、あの親子丼。親子丼とあと唐揚げ。どっちも鶏。鶏やな。鶏ばっか食べてますね。あと何だろうな、あとスープカレーとか。あー、いいじゃん。カレーが大好きなんでね。そこら辺をあの回してますね。で、その後はまあネットフリックスですね。うん。何を見るんですか。結構いろんなの手つけてますよ。結構見てんな。うん、4時間ぐらいね。4時間ぐらい。しかもグラフの使い方おかしくない。そう。5時間それで4時間。俺こういうの苦手なのよ、勉強がちょっと。ゲームの5時間これなのにネットフリックスの4時間。5時間で4時間。10時に終わりました。あー、ちょっとまたゲーム欲が出てきちゃったな。うん。10時から3時までゲーム。やばすぎ。やっぱこの時間帯がやっぱログインしてるんですよ。やっぱまあさやな、夜のもんね。そう、意外と一人でやるのもいいんですけど、やっぱボイスっていうか、意思疎通取れないと勝てないゲームだったりもするんで、やっぱこの時間はやっぱログイン率高いっすよね。そうやな、だって俺らも一緒やからゲームたまにしてるけど、結構ここの3人でやること多いっすね。あ、そうっすね。はい、あとは寝るで終わり。はい、以上。睡眠時間短いっすね、翔平って。そうね、6時間ぐらい、ね、結構ショートかもしんない。もうほんと普通です。うわー、ミニすごいな。円じゃないね、時計円囲ってない。なんかあんま見たことない。なかなか、うん、こっちに目いっちゃったもん、なんか内容より。なかなかない。11時に起きます。だいたいお昼ぐらいに、休みの日はお昼ぐらいまで寝ますね。はい、まあちょっとゆっくり準備して、僕もリュウと一緒で朝はコーヒーを買いに行き、コーヒーを買いつつ散歩をしながら。散歩の散が結構独特な散っていう感じですね。散歩、まあまあそうですね。まあここの散歩でいろいろあの買い物してみたいな。そう、いろいろ見たりとか、まあ実際に買ったりはしないんですけど、物を見たりとか、そういうリフレッシュに使っているっていう感じで。
だいたいこの4時間ぐらいで10キロぐらいは歩きましたね。めっちゃ歩くやん。リクさんのランニングぐらい歩いてすげえ距離っすよ。すごい距離それ音楽聴きながらみたいな。音楽聴きながら、あまあまあね、うん、気持ちいいよね。そうなんですよ、止まんないんですよ。音楽聴きながら歩くとなんか気持ちよくなって。あ、分かる。あ、でも分かるな。もうなんかずっと音楽聴いときたいって思ってたらもう10キロぐらい歩いてるみたいな。どっち系の音楽聴くんですか、そういう時。あ、もうね、全部全部、オールジャンル。オールジャンル、日本の曲も。そうですね、洋楽も聴きますし、はあ、で帰ってきて、まあ、やっぱり疲れてるんで、うん、10キロもね歩けば、まあ、ゆっくり、まあ、携帯いじったり、うん、まあ、なんかしたりとかして、うん、で6時ぐらいになって、まあ、お腹空いてご飯食べます。一食なんだ。あ、そう、あ、そう、確かに一日一食ですね。え、すごい。確かに。自炊ですか。自炊は最近してないですね。やっぱり配達。配達ですね。配達が基本多いです。何が多いの。焼肉弁当。おー、いいね。オリジンとか。はいはい、オリジン。オリジン、オリジン美味しいんだよ。リアルやな。いや、トントロネギ塩弁当が変だよな。すっげー美味しいね。寮時代結構意味でないよね。みんなで、ね、そこのオリジン行ってたから俺ら。アイちゃんが作ってくれない日は。アイちゃんが寮も。寮も。寮もいない日は、ね、オリジン行って。たまに怒られて。そうそうそう。もう作んないって言った時はじゃあみんなでオリジンに行こう。しぶしぶ行きながら。ない金を握りしめて。